ロランド・マンド・ラゴラは、イタリア・カンパニア州ナポリ出身のサッカー選手。セリエ A トリノ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。ジェノア CFC のユース出身で、そのままトップチームに昇格した。2014年10月29日のセリエ A、ユベントス FC 戦で初出場。このホームゲームは1から0の勝利に終わった。この試合に彼は、スターティングメンバーとして出場し、 69分に由来つかと交代した。2015から16シーズンはセリエ B のデルフィーノ・ペスカーラ1936で過ごすこととなった。2016年1月19日にはユベントス fc と4年半の契約を交わし、移籍金は600万ユーロ、歴史次第ではさらに600万ユーロの額となった。しかし、残りの二千十五から十六シーズンも レンタル遺跡として、ペスカーラで過ごすこととなった。2016年4月に、負傷。2016から17シーズンは、ユベントス FC で過ごすも、怪我の影響で、出場機会が少なく、2017年8月に FC、黒トーネにレンタル遺跡が決定。2018年7月26日、すでに、プレシーズンキャンプに参加していた。 ウディネーゼカルチョへの遺跡が正式に発表された。遺跡金は2000万ユーロ。ユベントスは2600万ユーロでの買い戻し券を保持している。2020年10月4日、大怪我により買い取りは見送られていると見られていたが、ユベントスは1070万ユーロで2025年までの5年契約を結んだ。また2022年まで延長できる。 ウディネーゼカルチョへの無料レンタルも同時に発表された。2021年2月1日、毎シーズン末に負った大怪我により、出場機会が限られていたため、トリノへ、レンタル先を変更した。契約期間は2022年6月までで、一定の条件を達成すると買取義務が発生する。2015年8月12日に、ハンガリー U-21 代表との親善試合で、 U-21 代表初出場となった。2018年6月1日の親善試合のフランス戦に先発フル出場し、A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。